か甘いものって何かありますか？あ、ですね、ああ、はい、甘いもの見つけた。丹波ダイナゴン小豆丹波さん、使用しました。つぶあん、つぶあん、はい、美味しそう。ございます。そのままでいけますね。いけますね。丹波ダイナゴン小豆、はい、もう有名ですけれども、ね、こちらの小豆って、はい、皮が薄くて、うん、大粒で、あら、煮崩れしにくい。あ、いいですね、はい、煮崩れしにくい。小豆っていうと、はい、私の中でもあんこというか、うん、はい、まあ、そういうイメージがあるんですけど、はい、ここに置かれてる商品は、はい、それだけじゃないですよね。そうですね、小豆茶、お茶になっています、はいはい、ポリフェノールが大変多くて、はい、あとノンカフェインでございますんで。そうなんだ、はいはい、そしてこちらの方も、丹波市の小豆とお米、はい、赤鬼飯っていうんですか。あ、そうですね、そっか、小豆といえば甘いだけじゃなくて、うんうんうん、ちょっとこうお赤飯、そうですね、の時にも使われるということで、はい、ール丹波で、はい、絶対美味しいやつですね。赤鬼飯、お赤飯なんですね。そうですね。そして、はい、まあ、小豆チップスな、はい、小豆チップス、そうですね、それ何ですか？これ小豆 100% 使用しました。おお、これ小豆チップス、この上にあるのが小豆チップス で、 そうですね、はい、小豆チップスの下になんかこうケースに入ってますけど、これは小豆あんで手作りもなか言いまして、この小豆を、はい、チップスで挟んでいただく。すくって置いて、あ、はいはいはい、手作りって自分で量調節してこう挟んで、挟んで、うん、ですね、はい。あ、でこの中の あんこだけじゃなくて、上のこのチップスにも小豆が入ってるわけですね。小豆というかもう小豆のみで、えということは、小豆を小豆で挟んで、そうですね、小豆を小豆で挟んで、小豆ってことですか。そうです、オール小豆や、小豆尽くし、すごい。小豆に自信があるからこそ、こうやって小豆食べたらどうですかっていう提案を、そうですね、同時にしてくれてるということですよね、はい。いや、ここまで来て、ちょ、食べずに帰るわけにはいかないと言いますか、はい、なんか、出てました今なんか取材、思いっきり力いっぱい試食したいっていう気持ちがにじみ出とったね、はいはい、試食したいです。、はい、いいですか？ご準備しております。だって珍しいと聞いたらここで食べていかないと、はい、ね、はい、我々は伝えるお仕事ですから、伝えてください。本場でこう食べるとね、はい、本当に美味しいのかなって言って食べさせていただきます、うん。ということで、はい、丹波のダイナゴン小豆、うん、食べさせていただくんですって。こんだけありますからね、いろんな種類が。小豆がキラキラ光ってる。おーっとっと、どうぞ。わーい、わーい、わーい、まあ、いろんな種類をご用意いただきましたが、うんうん、トーストがあるということなので、はい、粒あんはトーストに塗っていただこうかなと、はい、こういう感じになってる。わーい、はい、どうぞ。粒あんだからしっかり粒があるタイプの。わあ、これはもうそのまんまでも。よいしょ、うん、このまんまでも絶対おいしいけど、それをトーストに。はい、よいしょ。贅沢やね。いやー、いただきます。うん、おいしい。粒あんの粒が、はい、薄皮なのに、はい、うんうん、ちゃんとこう存在感がある。そうですね、粒だし、はい、甘みも甘すぎないですよね。そうですね。じゃあいただきます。はい。上品な甘さで、僕あの正直言って甘いものあまりこう食べない人間やったんですけど、うんうんうん、これはいけますわ。美味しいです、うん、ありがとうございます。じゃあちょっと続いても食べよう。はい、こちらがお赤飯ですね、はい、赤鬼飯でございます。小豆の率高いですね。率が高い。そのものの素材の味というかの甘みみたいなのがちょっと口の中に広がる、ね、うんうんうん、小豆の香りがする。ありがとうございます。小豆のこの人口密度高いですね。本当に混ぜてもちゃんと ね存在感がある。いつもおめでとう。ありがとう。おめでとう。ありがとう。ななな、何なな、うん、ありがとうございます。いや、関庵っておめでたい時に炊くでしょ。はい、そうですね。こうおめでたくなかったも炊きたくなるぐらいよね、これ。いや、本当に普通に。あ、はい、これもち米もめちゃくちゃ美味しいですね。そうですね。うん、でもこうやってこうやってこのお赤飯普段食べれないような小豆のこのやつ食べさせてもらったら、やっぱ一番珍しいというか出会ったことなかったこちらの
チップス、うん、手作りもなか。そうですね。これちょっといただきたいと。はい。そしてこれが噂のチップス。お、小豆の皮がそのまま入ってますね。そのまま入ってますね、はい、てんこ盛りでいきたい。うわー、入ろうかな。わーいわーい、楽しい。これを上からサンド、手作りもなかの完成です。じゃじゃじゃーん。もっといけたな、あんこ。もっといってもよかったぐらいの感じですね。すごい分厚さやな。蓋は閉まらないけれども、でもこれちょっといただきます ね、 いいね、うん、ちょっとグッグッと押してもなからしく。あー、ほんまやほんまや。いただきます。どうぞ。うん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 、うん、甘いのを想像してたんですよ。香ばしい、香ばしい、この周りの香ばしさ。そうです、そうです。チップスの香ばしさが、うん、また今までに体験したことのない小豆の食べ方を教えてくれてます。こんなに香ばしい香りがするんですね。食べたことない味だと思う。全く食べたことない。だからびっくりした。ん？ん？うん？うまいこれ。ね？この鼻腔に抜けるこの香ばしさ、うん、いい香り。美味しいでしょ。うわー、これなんぼでもいけるね、これ。いや、そうなんですよ、うんうん、そうなんですよね。おせんべいでもないし、もなかもちょっとやっぱ違う。もなかでもないし、うんうん、小豆のもなかです。いや、でも小豆一つとっても、はい、もうこんだけいろんな食べ方があって、ね、はい、まず最終的に小豆茶でお口をすっきりさせる、はい、さっきのあのもなかいただいて、はい、でそれで飲んだらまた香りがもう口の中で再度もう大爆発を起こすという。全て小豆です。あ、美味しい。あ、たささん、やっぱり美味しい。あ、これもやっぱ香り高いですよね。はい、ありがとうございます。小豆の香りがこんなにするお茶もなかなかないけど、チップスとこの小豆茶、多分もうこれがなんかちょっとよそのお家に行ってお呼ばれして、お茶でもどうぞって言って、これとこれが出てきたらセンスいいなって。ありがとうございます。ありがとうございます。そう言っていただければ。でもこれだけいろんな食べ方があって、はい、こんな美味しい小豆ってなると丹波ひかみの自慢じゃないですか。そうですね、皆さん今までブランドを守ってきていただいて、はい、このようないい小豆ができるようになりました。今後も丹波市産小豆、はい、頑張って広めていきたいと思いますので、いや、よろしくお願いいたします。応援しております。ありがとうございます。なくてはならないです。もうなくなったら困ります。こっちが。あ、もうそう言っていただけるように頑張ります。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。ごちそうさまでした。